さあ皆さんこんにちは。どうも、本日は4月28日水曜日、現在時刻はお昼1時38分でございます。今日は昨日時間がなくて行くことができなかった八龍緑地と八龍神社に今日は行きます。今日は時間たっぷりあります。休みです。昨日いろいろ調べました、八龍緑地について。そうしましたらいろいろちゃんとホームページもございまして、名古屋市の簡単に言うと湿地と、池があったり、そういったね、緑地になります。調べたところ南側にも入り口があったありました。なので今日はですね、南の入り口から入っていこうと思っております。いや本当に昨日見てくれた方すいません、期待だけ膨らませていかないっていう、ね、本当に大失態でございます。本当に申し訳ございません。まあそれも何か意味があるものだと私は捉えて、今日という日を大事に過ごしたいと思います。早速向かいましょう。向かってます。さあやってまいりました、八龍緑地到着でございます。どっち行けばいいのか全くわからないな。右なのかそれとも左なのか。ちょっとね、左のコースは諦めました。雨ってこともあってね、なんかすごい緑の香りがすごいですね。さあちょっと橋を渡ります。八龍緑地のホームページを見てすごいなと思ったのは、この八龍緑地はもともと住宅地にされる計画があったらしいんですけど、このすぐ隣に大学があるんですが、その大学の教授とかこの地域の皆さんがちょっと反対だと、住宅地にするのはダメだと、保護しようっていう形で、これがこの状態が守られてるそうなんですね。ちょっとそういう部分にもすごくちょっと私は個人的に感動しまして、そんなところはちょっと行かないとと改めて思いました。たまたま見つけた場所ですが、さあ言ってる間に、ここから先は大学の敷地ということで、ここは行っちゃダメなんですね。よし、ちょっと戻りましょう。ちょっと蜘蛛の巣が多いのでね、ちょっと傘を振り回しながら歩いてますが、おっと、あの池のお地蔵様がおりますね。向かって左を向いております。ちょっとうまく固定ができないですね。お地蔵様でいいんですよね、あれは。その正面に回っても何かがあるわけではないんですよね。ちょっとむしろ正面に回ると木でお地蔵さんが見えない状態です。ちょっと横から撮ってます。先に進みましょうかね。さあ看板が来ましたね。はい、八龍緑地水源の森と八龍湿地、八龍湿地看板がまた見えました。右ですよと。で右に行ってみましょう。
ちょっとその前にもう一つパネルを発見しました。どんなお花が咲いているのかっていうことですね。こういったお花が咲いて、あ、見ました、先ほど。はい。ちょっと聞いたことのないお花ばっかりですね。の、のぎらん、モウセンゴケ、東海コモウセンゴケ、あ、コケ、はあ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 、いや、ちょっと待って、怖い怖いパネル見たな。スズメバチが飛んでいます。注意してください。この時期はどうでしたっけ？まだ大丈夫？8月9月とか危ないですよね。ちょっとスズメバチだけは本当にお願いします。来ないでください。よし、向かいましょう。あ、早速お花でございますね。はい。そう。野鳥さんもね、いっぱいいそうですね。いましたね。ここは入れないんですね。なるほど。お花はね、咲いてますね。綺麗なお花が咲いております。このような感じでございますね。ちょっとね、中も歩きたかったですね、せっかくならね。さあさあさあ、ここからちょっと上りになっております。ああ、これ綺麗だな。本当に守られてるっていう感じがしますね。ちょっとね、フェンスで湿地保護のためフェンスの中へは入らないでくださいということでね、施錠されてますけども。おっと、またこれはなんだ、またお花が、綺麗なお花が、綺麗だ。これ編集するの難しいな、全部使いたいな、でも長いな、長いとな。ちょっとね、高いところにやってまいりました。さあさあさあ、右手もね、フェンスで入れない状態になっておりますね。誰もいない。好きだな、こういうところ、こういうところ好きだ。さあさあさあ、雨が強くなってきましたが、傘はさしませんよ、私は。おっと、下には小川が、はいはいはい、いや、ちょっと強い、雨強い。こういうね、看板もあっていいですね。本当お散歩には最高じゃないですか。よし、こっからなんか上りなんで上っていきます。さあさあさあ、いや、面白いな、ここ。わ、蜘蛛の巣、やめてやめてやめて。よいしょ。あら、道が分かれてます。こちら右手が上り、左手が下り。下に降りようと思ったらまだまだずっと伸びていくんですが、ちょっと上が気になりますね。この北側の方にずっと歩いていくと八龍神社もあるので、ちょっと八龍神社を目指したいなと思います。なのでちょっと登ります。ちょっと地図見ても分かんないな。ああ、わかったわかった。なるほど。そう、私はこの南から入りましたね。南から入って、
池のこっち側、この辺りにお地蔵さんがいました。お地蔵さん、こっちも行けます。だこっから先はあの大学の敷地内ということでね、戻ってこうで湿地を右に行きましたね。ここにお花の看板などがありましたね。はい、でこうぐーっとで今ここだよと。で八龍神社がここにあります。ちょっとこの右の上りで行きたいと思います。よし、ちょっとした登山ですね。いや、登山を本気でやっている人からしたらなめんじゃねえって言われちゃうのですいません。暗いな。そしてちょっと気が低いな。さあ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 、うわびっくりした。蜘蛛の巣か。あ、なんか車とかが見えてきたな。あ、これ昨日の北口行きましたね。あれ神社？ちょっと一旦昨日の北口に。はい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 。昨日ねここは通ったんですよ。そう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 、小学生の子供がいたところですね。さあちょっと神社を探しましょう。神社を。ん？神社。神社はあれ？あ、見えてきました。ありましたありましたありました。あ、何これ、フェンスで覆われてるんですね。こういう感じです。八龍神社に到着いたしました。お邪魔したいと思います。失礼します。鳥居がこちらでございますね。八龍神社。失礼します。ではお参りをさせていただきます。ありがとうございました。さあ、今日はですね、八龍緑地、昨日ちょっとお時間がなくてですね回ることができなかった八龍緑地とこちらの八龍神社来ることができました。よかったです。謎の多い神社でございますけれども、導かれたんだろうなと思ってやってまいりました。いや来てよかったです、本当にありがとうございます。さあ、今日はこの辺りで終了となります。さあ今日もねお仕事、まだ水曜日ですからね、まだね週の真ん中でございます。まあでももう真ん中でございます。残りあと木金頑張りましょう。というか明日はお休みの人いるかもしれませんね。明日はなんかあれですよね、緑の日とかそういう感じでしたっけ。すいません、
あんまり分かってないんですけど、確か明日祝日なのか祭日なのかですよね。まあお休みの方はもうしっかり休んでもらってね、本当に、まあゴールデンウィークも近いということなので、まあ、事故だったりですね、お怪我、体調の変化しっかりね、予防できることは予防してですね、ぜひお体を皆さん大事にしてください。生きてこそでございます。生きてこそなんで、本当に、うまく締めることはできませんけれども、私が伝えたいことは大丈夫、それだけ、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫ですからね。ということで、また明日お会いしましょう。それではおやすみなさい。平山茂でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。